はい、月が変わりまして5月になりました。5月3日の朝5時48分の相場解説になります。今月はですね、どんな展開になるのか、デイリーではなくてね、マンスリーか、月足から見ていこうかと思います。では4月を振り返りながらちょっと見ていきましょうかね。こちらです。これが月次報告なんですけども、1本が1ヶ月になってます。その中でもですね、注目したいのはここなんですよ。この辺りをクローズアップしますんで、ちょっと振り返ってみましょう。クローズアップしたのがこれになります。ですね、見てわかるように、まずはトランプさんが政権を握った時はこうですよね。でバイデンさんに変わってからというものを3ヶ月間こういうふうに上に上がってきました。で現在下ひげを出しながらの陰線がここにあるという形になってます。これが全体像ですよね。で次がね、これが週足なんですけども、トランプさんがずーっとやってた時とバイデンさんに変わってこういう風になってきたと。そして最近ではセルセルセルで言ってたんですけども、ここに来てね、大きな陽線を出してきました。さあ高値圏に着いた時に、こうですよ、高値圏に着いた時にヘッド&ショルダーを出して下の方に行くって言ったんですけども、どうも行かないみたいですね。ですんで、そのヘッド&ショルダーの呪縛から逃れて、今回からですね、ここは高値圏じゃないと、もうちょっと高値圏はこの辺ですよっていう風な視点を持ちながらやっていかないといけないかなと思います。ですんでこれからチャートは高値圏に向かっていくっていう風な考え方を強く持っていかないといけないかなってことですね。で次なんですけども、次がこちらですかね。これがデイリーになります。ほらヘッド&ショルダーの呪縛から逃れるって言いましたけども、この図ではここが高値圏なんですよ。でもこの高値圏、ヘッド&ショルダーを出しそうで出さないかもしれないですね。今ネックラインが来てますんで、ここを抜けて上の方に行くようでしたら、もうあのヘッド&ショルダーを忘れましょう。でここで跳ね返って下に行くようだったら、ヘッド&ショルダーをやっぱり意識しないといけないです。次は右肩下がりのヘッド&ショルダーなんで、この辺りを破るかどうかっていうところに視点が移ってきます。ここに注目していくのが今週のやっぱり山場ですよね。で4時間を見てみますね。4時間を見ると、下落したものが上昇に向かってどんどん上の方に向かっている勢いを感じます。最初のポイントはここですね。ここを超えればヘッド&ショルダーはもう完全に打ち破って上昇傾向に行くということです。 V の字を全体で書いてますよね。でもここで跳ね返るようでしたらヘッド&ショルダーの恐れがあるので、今度はここを突き破るかどうかを見なくてはいけないということを先ほどから申し上げているところですね。最後1時間なんですけども、1時間だけ見ると完全なる右肩上がりです。安値切り上げ、高値切り上げでどん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 上昇していくところが見て伺えます。ですんで、そうですね、まあ基本的にはあれじゃないですかね、上昇していくんじゃないですかね。ここからね、ヘッド&ショルダーはまあ最後まで疑念は晴れないんですけども、私はこの時点で7、8割型ヘッド&ショルダーはもうないと思ってます。ですんでこれからもうちょっとエントリーポイントを探さないといけないんですけども、バイの方に向かっていくっていうふうに考えてますね。ですんでバイデンさんがもう3ヶ月ぐらいね、トランプさんから変わってずっとバイの方に向かっていったんですけども、一旦押し目を作ってやっぱりバイの方向に全体としては向かっていくんじゃないかなと。そしてひいてはこれがバイデン政権の、まあ、方針になっていくんじゃないかなというふうに思っております。本日のところは以上ですね。それではまたしっかりと見ていきましょう。まだね、ちょっとね、エントリーするかどうかってところは判断がつかないんで、今日お話したエントリーポイント、ここまで待ちましょう。では失礼します。おはようございます。今日も相場解説行ってみましょうか。5月4日朝3時29分ですね。ちょっとだいぶ時間早いんですけども、いや、あのね、相場解説って利益をしっかり取っていかないといけないじゃないですか。ということはどこの局面が難しくって、どこの局面が取りやすいかってことをちゃんと見分けないといけないんですよね。そしてですね、久々に来たのが今なんですよ。今何かっていうと難しい局面です。ヘッド&ショルダーっていう呪縛から逃れられたんですけども、だからといって大きな下落がないわけじゃないんですよね。私は基本的にこれは上昇に向かっていくと思うんですけども、上昇に向かうためには、いわゆるね、押し目を作んないと上昇しないんですよ。ということは、せっかく上がってきたのが一旦落ちることを覚悟しないといけない。その落ちることが大きく落ちるんではなくて、ある程度まで落ちて、そこからまたね、上昇に向かっていくってことはちゃんと読めないといけないんですよね。これが今回読みにくいんで難しいなって言ってるんですよ。まあですんでね、ちょっとチャートを見て、デイリーの方から見ていきますけども、こちらです。はい。ヘッド&ショルダーをもう一回、なぞってみますね。こういう風に来て、こういう風に来て、こういう風に来て、
こういう風に来て、で、こういう風になればヘッド&ショルダーにならないでもないんですけども、まだわかりません。この、伸びてるこれがですね、さらに大きく伸びて、ここを超えてしまえば、そのまま上昇なんですよ。上昇継続なんですよ。ですので、それまではね、ちょっと様子を見ましょうって言ってるわけなんですよ。このネックラインのところに、下の方ですよね。落ちていって、ここで突き破れば、これはヘッド&ショルダー完成なんですよね。ただ、その呪縛から逃れるために、上昇の方が色目が強いんじゃないかなって考えてるのが、前回までの放送でした。4時間見てみますと、昨日の相場解説とはね、ちょっと打って変わってなんですけども、ここで下落が落ちてるんですよ。下落が落ちてるんだけども、起きているんだけども、下髭を出してですね、ちょっと踏みとどまってるところもある。で、移動平均線は V の字を書いて転換してますよね。まあですので、基本的には上昇方面なんじゃないかなと思いますけども、この図の4時間のですね、高値圏といえばここです。高値圏で下落に入ってるんですよ。ですので、これがね、どこかでかわかんないですけども、もしくはここかもしれませんけども、ここね。ここからね、今度大きくバウンドしてここを突き破ってくれれば、倍の方への、まあ、蹴りがつくんですけどね。ちょっとそこを見ていきましょうってことなんですよ。1時間ですよね。1時間、動きが顕著です。高値、切り上げ、安値、切り上げをずっと繰り返していって、まあ、こんな感じですか。で、ちょっとね、安値更新するかどうかもうちょっと見ないといけないですね。これが今移動平均線のようにこれを下がっていっちゃってここを割ると安値が切り上がってないってことになりますんで下落に向かう可能性を見ないといけません。ただですね、まだそうなったわけじゃないんでこのまんま安値更新の可能性もあるんですよ。安値更新ね。ここを見ていきましょうってことですよ、今は。この安値更新がなされるかどうかってところをしっかりと見ていくために今日5月4日使いますからね。昨日使ったのは高値の更新があるかどうかですけども、高値の更新はもともとしてましたからね。結構な高値更新でしたね。昨日はここだったんですけども、蓋を開けてみて、夜を開けてみたら、ここが高値更新になってましたから、だから高値更新はもう完成です。安値更新がなされるかどうかを今日は見ていくってことになります。はい。ではこの安値更新をしてですね、さらに上昇への機運が高まっていけば、4時間とか、1時間のようにですね、1時間じゃない、1日の足のようにですね、上昇をしっかりと見ていくことができます。ただこの1時間足で安値更新しなかった場合は、大きな下落、つまりヘッド&ショルダーが起きることをね、もう一回思い出さなくてはいけないのかなというふうに分析させていただきます。それでは本日は以上です。こんにちは、速稼塾のここです。今日はね、5月5日朝5時11分の相場解説になりますけども、ヘッド&ショルダーになるのか、それとも上抜けていくのか、ここでね、難しい選択を迫られたというふうに昨日申し上げました。で、2点3点した、こういったね、解説なんですけども、まあ、これがね、当たり前なんですよ。それはね、パッと分かればね、苦労しないんですよ。分かるのはトレンドに乗った時なんですよね。今トレンドがちょっと壊れかけているんで、高値圏に入りましたんでね。だから大きく下落に行くのか、それとも高値を更新して、さらなる上を目指していくのかってところで、悩んでたわけなんですよね。で、ここでは正確に悩むことによって、エントリーを抑えることができるんですよ。ここでですね、こっちだって言って、いけるほど、そんなにね、レベル高いことは、お互いできないと思いますんで、ここは難しいですよ。ただね、今回、一定の方向性が見えました。そして、いつ何をするのかってことが説明できるようになりましたんで、その辺をちょっとね、お話していこうと思います。まずはいつもの通り、デイリーからです。はい、デイリーの方は、高値圏に入りましてですね、だいたいこういう風に、ビューッと上がってきたのが、こういうふうな形になってます。で、どこで悩むかと言いますと、これが下落に転じていくのか、下落に転じたらね、ネックラインがありますから、ここに。こういうふうにね、斜めにネックラインがあって、ネックラインを割って、さらに大きく下に下がっていく。高値圏からの下落が始まるのか、そうではなくて、高値圏をね、さらに、ここですよ、更新していくのか。これが見物なわけなんですよね。さあ、それで4時間の方を見ていきます。ね、4時間の方を見ていくと、こういうふうにね、上から下に下がったのが、ドーンと今上に行ってますよね。上に行ってるところで、さらに弾みをつけて、これで上に行くのかどうかっていうところが、もう悩ましいところなんですよ。ここからね、ちょっと移動平均線が、ちょっと弱くなってきましたよね。上昇一辺倒だったのが、ちょっとね、横方向に来ました。ここがヒントになります。1時間見てみますよ。何か感じませんか？
こういうふうに感じたらいいんですけどね。高値圏ありますよね。高値圏じゃない、高値が、前回高値、ここを更新してここまで来てるわけなんですよ。でこれがですね、今回更新しないまま落ちていったんですよね。じゃあ下落に向かうのかって言ったら、安値の方はどうですか。安値の更新はここしてます、ここもしてます、ここもしてます、ここもしてるんですよね。で高値の更新をしてない。さあこれはトライアングルじゃないかなというふうに見えるんですよ。こういうふうな形で三角ができてるでしょ。収束に向かってるんですよ、横ばい収束に。どうですかね。こういうふうにレンジを取れないでもないですけども、どちらかというとこの幅が広がってるでしょ、こっちも。で左すぼみの、あ、右すぼみの三角形になってるじゃないですか。だからこれね、ブレイク直前なんですよ。だから上の方に跳ねるのか下の方に跳ねるのかはこれから見ものだってことですね。というふうに言っている結論を出しましたんで、エントリーまでまだ待たなければなりません。ただブレイクした方向についていくことによってリスク少なく大きな利益が求めていけるんじゃないかなと思います。これはトライアングルのいつものね、三角保ち合いこのペナントですか、いろんな言い方ありますけども、ペナントのいつもの特徴ですよね。ペナントが出たら収束してるんで、待ってブレイクを狙うという形になります。まあ、ですんでね、ここはね注意深く何度も見に来ようかと思いますね。ということで今回は以上でございます。どうでしょうか。今回高値圏に行って下落に始まるのかなと思ったけど、下落せずにヘッドアンドショルダーできずに上昇に向かうのかなと思ったら、いまいち上昇に乗り切れずにの訳が分かりましたね。収束してるんですよ。そしてブレイク直前だということですよね。これもいつものパターンです。さあしっかり取っていきましょう。いってらっしゃい。おはようございます。5月6日の相場解説になります。時間は朝5時17分ですよね。まあ、あの FX のチャートっていうのはトレンドを書いたと思ったら横ばいになって収束して、そしてブレイクしてまたどっちかにね、トレンドを形成する、この繰り返しでできてると思います。だいたい相場の7割ぐらいはまあ言ってみれば、まあ、平穏無事なこう緩やかなね、レンジを書いてるんですけども、たまに3割ぐらいがですねこうトレンドをグッと書いて、そこで利益を取るチャンスが生まれてきます。じゃあどこでですねそのブレイクするポイントが訪れるのか、これは注意深く見ていかなくてはならないんですけども、ここがですね今まさに来てるんじゃないかなと思います。昨日の放送でも申し上げましたけども、トレンドをどっちかに書くのかなと思って見ていたんですけども、いまいち方向性が決まらなかったんですよね。で、昨日を発覚したのは、あ、どうもトライアングル書いてるかなっていうところなんですよね。今日もその辺を解説していこうと思います。まずはデイリーをご覧ください。はい、こちらの方デイリーなんですけども、ご覧のようにトレンドをぐーっと形成してね、バイデンさんからというものずっと上に上がってきました。細かく見ると N 字を書きながらこうやって上がってきたんですよね。でここで横ばいのような緩やかな山を作ったと思ったら大きな山を作って、おヘッドアンドショルダーになるんじゃないかなと思ったんですけども、いまいちなりきれてないんですよね。でこれからもヘッドアンドショルダーほのかに、見ていかなくてはいけません。予測の一つに入ります。じゃあこの後ですね、このロウソク足が下に行くのか上に行くのか、これを見ていかなくてはいけないんですよ。上に行くようでしたらここの抵抗体を超えて上に行くようでしたらエントリーポイントがここに出てくると思いますし、もしね下に行くようでしたらこれはヘッドアンドショルダーを警戒するために大きな下落を迎える、こちらの方にブレイクポイントを設定することになります。さあそれで4時間の方を見ていきますね。はい、4時間の方を見ていきますと、まあ右肩上がりに変わってきたなってことですね。下に行ったのがぐーっと上の方にね、ただやっぱりね大きな山を描いたと思ったらすぐに引き戻される、下の方に行ったと思ったら上に引き戻されるって形で、いまいちね方向性まだ決まってないんですよ。じゃあどういうことなのかなってことを見ていくと、これは1時間でよく出ていたんですよね。1時間まで遡っていくと、これがねだん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 、いいですか、こういうふうに横ばいの線を引いた時に縦の振れ幅がこうあったのがですね、こうあったのがだいたい半分ぐらいになったみたいな感じですね。でさらにちっちゃくなってきて、まあ、上の方に飛び出たところもありますけども、どうでしょうかね、これを収束と言うんじゃないですかね。こんな形です。こういうふうに下は引けると思います。まあ、ですんでこの移動平均線見ても分かりますけども、こうだんだん大きな振れ幅がちっちゃくなって今横に行ってるじゃないですか。これがだから収束してブレイクの直前だよって形ですね。
こちらの上の方にブレイクするのか下の方にブレイクするのかが今のところ見えてこないんですけども、一つの目安としてもう一回引きますけども、赤で引きましょうか。こちらの線もしくはこちらの線を突き破った方向に抜けていくというふうにいつものように見ています。ですんでね、ここをいつどのような形で上に行くのか下の方に行くのか、これをこれから見ていきましょうということになります。かなりだから的絞れたでしょ。でもね、だからといってブレイクしてそのまま突き抜けたって簡単にはいかないんですよ。ブレイクしたと思ったらまたね戻ってくるってこともありますんで、必ずロスカットラインを引きながら慎重にやっていきましょうということでございますね。はい、何度も何度もね同じ解説をしてますけども、何度解説してもあれまたうまくいかないやってことがあると思うんですよ。それはエントリーの回数がねちょっとね少ないのかなと思います。エントリーしないまでも相場解説を自分なりに組み立ててみて、今までねいろんなものを学んできたと思います。ゾーンというのも学んだと思いますし、フォーメーションもあったと思いますし、エリオット波動もあったと思いますしね、サカド号もあったと思います。その4つのね手法を思い出しながら、こういったローソク足チャートに補助線を引いていくというのがね基本的な練習になります。まあ、ですんでね、任意のチャートを見たら補助線を引いてみるってことを繰り返したりとかね、それから私の方に補助線を引いたメールを送ってみたりとかね、それで答え合わせをしていくとか、考え方をいろいろと交換していって、さらに精度の高い補助線が引けるように、まあそれが日々のトレーニングになると思います。それがコツコツ FX をやるってことかなと思いますよね。じゃあ本日は以上でございます。まあどうなるのかね、上の方にブレイクするのか下の方にブレイクするのか、はたまた曖昧な動きになるのか、この最後のね曖昧な動きになるのかってことがいつでもついてもありますんでね、FX、単純ではあるんですけども、ただそうはならないこともあるということがありますんで、必ずロスカットラインを引いて、そして、小ロットでねやっていきましょう。本当にね、自分で扱えないようなロットをやっちゃダメですよ。これは何でもそうですけども、やっぱりね投資事とかってね、ビジネスもそうですけども、知名度を浴びるような勝負をする必要はないんですよ。小さなリスクで小さなリターンを取っていく、それがだん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 資産の割合に応じて大きくなっていくだけですからね。まあですんで100万円が払えないのに1000万円の勝負とかね絶対しちゃいけないですからね。はい、ということで、投資の概念もお伝えできました。本日は以上でございます。いや今回はね小刻みなロスカットを3回4回出しちゃいましたね。全然ダメでしたね。今日は5月7日朝5時45分ですけども、昨日の収束ブレイクを振り返ってみようかと思います。ちょっとこちらの方をご覧いただきましょうか。まずはまあいつも通りデイリーからですね、どうぞ。はい、デイリーの方なんですけども、動きとしてはね下からぐーっと上がってきたのがヘッド&ショルダーにならずに今妙な形になっているところなんですよ。そう、ちょっと横ばいなんですよね。まあ、ですのでこれね上昇も下落も起きないというルーレットで言ったら0とか00が来ちゃったような状態です。黒にベットしても白にベットしても、白じゃないか、赤にベットしてもどっちもちょっとね取られちゃったって感じですよね。今そういう状態に入ってます。いや本当にね難しいところでしたね。難しいところが来たよって言ってましたけど本当に難しいですね。これ見て分かりとの通りもう抵抗体ここにできちゃったんですよね。で上がここかと思ったんですけど、今新たにここに設定されるようになっちゃいました。というところで横ばいのレンジが始まってますね。下落して上昇して横ばいに入りましたってことです。エントリーするタイミングがちょっと持てないですね。1時間軸見てみるとまさにボックスでしょ。これ最初はねこの収束このラインを引いたのでいけたかなと思ったんですけども、上の方にブレイクするかなと思ったらしない、下の方にブレイクするかなと思ったらしない、上の方にブレイクするかと思ったらヒゲ出して戻っていく、そして今下にいろいろと入ってるわけなんですよ。ですんで、まあ、ここもね、まあ、最悪ロスカット食らってるんですよ。上下したんで。で、今、手ぶらで見てる状態です。だから、トライアングルを下の方に割ったんですけども、なんか伸びていかないんですよね。ですんで、ちょっとね、考え方を変えます。仕切り直しです。このレンジでちょっとね、進めていきます。このレンジで進めていって、そして、まあ、セルに入るとしたらここを超えてからですね、108円の910を超えた場合セルでエントリーで、倍の方はちょっと考えにくいですね。こうなったら倍の方に行くのかなと思ったんですけども、行きそうないです。というところで今日は108円の910にセルのエントリーポイントを設定しながら、まあすぐには行かないでしょうからね、もう
明日あたりじゃないですか、エントリーする日ってのは。いやそれがダメだったら今週は利益なしよで終わるしかないですね。まあ、こんな時もありますよ。そのために普段しっかり稼いでるわけですからね。ちょっと今週は行きたなかったですね。以上でございます。ありがとうございます。おはようございます。5月10日速稼塾の久保です。今日も FX の相場解説を始めていこうかと思いますけども、現在ね5月10日の朝6時なんですけども、高値圏に行くと安値圏に向かう、安値圏に行くと高値圏に向かう、これね1週間2週間前からお話してるんですけども、まだ意識にありますかね。この辺すごく大事なんですよね。で、時間軸によって今高値圏にいるのか安値圏にいるのか、これ変わってくるってことも、これも大事な概念です。そして安値圏を更新するということはどういうことなのか、高値圏を更新するというのはどういうことなのか、この辺もしっかりと押さえていきたいと思いますね。それではね、これから週足の方から見ていきますんで、ご覧いただければと思います。こちらです、どうぞ。じゃあ週足に入りました。高値圏安値圏をまず引いてみますね。高値圏っていうのはだいたいこういうあたりにあると思います。安値圏っていうのはだいたいこういうところですよね。まあ、ですんで高値圏に入った途端下に下がる、これ高値圏に入った下に下がるっていう流れがここにあります。じゃあ安値圏に入ったらどうなるかっていうと、安値圏に入ると上に行きましたね。安値圏に入ると上に行きました。安値圏に入ると上に行きました、というふうにある程度未来の予測もできていくんですよね。ただこの通りにいかないんで、ロスカットラインは必ず設けていきましょうってことなんですよ。で、今これ1週間足見てますけども、1週間単位で見てもこうなんですよ。ですんで、先週ですかね、先月の話ですか、先月の話なんですけども、これ1本が1週間なんで、高値圏に入った時にこれから売りに向かうよって話をしましたけども、まんまとね下の方に向かってるじゃないですか。こういうふうに向かって一旦は上がったんだけど、また下の方に向かっているということですよね。だからこれ非常に大事な考え方ですから押さえておきましょう。じゃあデイリーの方に行くと一体どういうふうになっているのかってことです。安値圏高値圏、これ意識できますかね。当然ですけども、高値圏というのはこういうところにありますし、安値圏はこういうところにあります。ですのでこれからの指標を見るに、これからはセルに向かう可能性が強いんじゃないかなってことで、私はここにヘッド&ショルダーっていうのを引いてみたわけですよね。高値圏でのヘッド&ショルダー、今ちょっと形がねなんとなくできてきましたね。途中ヘッド&ショルダーの呪縛から逃れないのかなと思ったんですけども、ここに来てもう一回ヘッド&ショルダーを見てもいいかなっていうふうな気になりました。で、右肩下がりなんですけども、ちょっとねこれは垂直に置いてもいいかなってことです。そうなるとブレイクポイントっていうのはここに合わせてこの辺りに作ることになりますよね。ここを超えたらヘッド&ショルダー完成で、大きく下に伸びていくって形が見えると思います。そうならなかった場合っていうのは、ここ跳ね上がって今度はここをネックライン、ここをネックラインにして111円の方向に向かっていくんではないかなっていう2つの仮説が成り立つんですよね。で、それぞれ注意するべきブレイクポイントも今分かりましたよね。じゃあ今度は4時間見てみますよ。さあ4時間になりました。上から下がってきたのが安値圏、跳ねて上の方に行くと、上の方に行ったら今度安値圏なんで下に行くよっていうふうに言って先週終わったと思いますけども、まんまとこの大きな陰線出ましたよね。で、これが今後もブレイクして下の方に向かうっていうことを取りやすいんですよ。それだけ頭に入れておきましょう。ここからね上にかん跳ね上がるってことはあんまり考えられないということでございます。上に跳ね上がるとしたらここなんですよ。ここに達した時ですよね。そうしたら今度上に上がるかもしれません。1時間見ますよ。最終的な1時間ですけども、どうですか。レンジからブレイクして下の方に行ってますよね。ですから今週の展望はこのレンジがどこまで行くか分かりませんけども、結局は売りに向かうためのレンジなんではないかなっていうふうに考えているってことです。はい、ということでね、今週は売り目線で入ってみようかと思います。週足を見ても1日足を見ても売りの方向に行くのはまあまあ、強い可能性として感じ取れるところだと思います。素直にそれに従ってみようかと思いますよね。それでは今日エントリーポイントが来るかどうか分かりませんけども、今回の横ばいがどこまで続くのか、これをきちんとしたブレイクポイントを設定しながら見つけてみようかと思います。それではいってらっしゃい。本日は5月11日でございます。朝6時4分の相場解説になります。さっきまでねパン食べてましたお腹いっぱいです。で、今回はですね、ずっと上昇していたものがヘッド&ショルダーみたいなのを描きつつ、こう下落の方に向かうんじゃないかなっていうふうな、ね、結論でねお話し進めさせてもらいましたけども、
いまいちちょっと分かんないんですよね。で、慎重にならないといけないところはありますけども、結局は売るか買うかで私たちは利益を出していかないといけないんで、ちょっとこの辺でね、半分山を張って見ていこうかと思っております。それではね、デイリーの方からどうぞ。じゃあ、一日足なんですけども、高値圏に入って、で、ここで高値圏の更新がまあ失敗してですね、これから下落に向かう、もしくは横ばいに入るんじゃないかなってところですけども、形だけ見るとヘッド&ショルダーに似てます。大きな下落が起きるかもしれません。ただネックラインがこういう風に右肩下がりなんで、もし大きな下落が起きるとしても、ここを突き破った時なんですよね。ですので、もうちょっと様子を見なければなりません。4時間単位で見るとどういう風になってるでしょうか。4時間で見るとこういう風にね、どういうことかっていうと、上に行ったものが半値戻しぐらいで帰ってきてるでしょ、で、今この水準に入ってますんで、こっからですね、上の方にぐーっと行くってことはなかなかね、考えにくいなと思うんですよ。だいたい高値圏で高値更新がまあなくなると下落に入ることが多いんですよね。まあですので、今までの NG とはちょっと訳が違うということで、今回この今見てるような NG にはならないなと思ってます。じゃあどうなるかということなんですけども、それ1時間で出てるんですよ。1時間で見ると、まずね、この大きなボラティリティがあったじゃないですか。その後どうですかね。大きなボラティリティ多分これだと思うんですよ。その次がこれだと思うんですよ。だん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 右側に行くに従ってちっちゃくなってませんか。収束ですよね。で、収束の後って何が起きると思います。移動平均線っていうのは今3本ともこうまとまってる状態になりますよね。で、ブレイクして私は下に行くと思ってるんですよ。で、これがだから半分山なんですよね。山間です、今のところは。ただこれから時間が進むに従って上髭がたくさん出たりとかね、それから下落の兆候が出たりとか、それからフォーメーションがはっきりしてきたりとか、いろいろね、あるんですよ。で、ちょっと時間を前に戻すと、移動平均線がここでも収束してますよね。収束した後に下の方に向かってます。で、ちょっとだけ収束してもう一回下に行きました。で、今3度目の収束が入ってるんで、これもう一回下に行くんじゃないかなっていうのが、まあ下落の根拠の一つなんですよね。はい、いかがでしょうか。ですので、いずれにしても今日中にどうこうってことはないと思いますけども、今回時間かかりますね。セルの方に行くと私は踏んでますんで、ちょっとセルで取っていけるようにしようかと思います。まあ今回お話できるのはこのぐらいですね。はい、じゃあ参考になれば幸いです。で、今日もね、ちょっと厳しいですね。今週利益が取れないかもしれないですね。まあ嫌な予感がします。まあだからこそ、このセルが入った時は追い打ち追い打ちで、まあ3つとか4つとか5つとか玉を持ってですね、かなり厚みの大きい布陣にして大利益を狙っていこうと思いますけどね。じゃあ以上です。おはようございます。5月12日朝5時25分の相場解説になりますけども、いや今週ちょっと苦戦ですね。なんかね、ドンとエントリーしてガーッとね、取っていけるところがちょっとなかなか見つからないですね。皆さんも苦労されてると思います。私もちょっとね、今週は自信を持って解説ができません。自信を持って解説しますけども、やっぱ違ったかみたいな感じですよね。じゃあまあこういう時もありますんでね、リラックスしていきましょう。で、ロスカットばかり多くてね、なかなか利益が取れないんですけど、まあデイリーから見ていきましょう。ヘッド&ショルダーに未だに私も固執してるんですけどね、感じることというか気づくことがあります。それは何かっていうと、ちょっと引いた後と戻しますね。ここでなんか小康状態保ってるじゃないですか。結局それがここにも来てるってことなんですよ。だからこれはね、例えばここにも小康状態あるでしょ。この辺にもチャートが降りてくるとしたらあるんで、ここまで落ちるとしたらここまでズドンと落ちますよってことを言うんですよね。いいですかね。まあ、こういう動きも結構連続しやすいんですよ。こういう N 字のところもね。で、3回目はなかったんですけど、3回目はちょびっとあってグゴッと上がっちゃったんでなかったんですけどね。N が連続したりする、これをフラクタルっていうんですけども、そういうのが今回、まあ、改めての気づきですね。ここ、まあだからどうってことはないんですけどね。だからちょっとね、大きく上上がったり大きく下に下がったりしない限り私たちは取れませんのでね、なかなか厳しいところですよ。はい、4時間なんですけども、下落するかなと思ったらしなかった。このひげ先に触れて戻っていくところはなんか一緒かなと思うんですよ。
というところでこう横線引いておきましょうか。これ1時間でも出てきますからね。1時間はこの辺をクローズアップすることになると思いますけども、うん、だから下落するとしたらここら辺までなんですよ。ただはっきりとした下落の兆候は出ません。出てませんね。で1時間でちょっとした気づきっていうのは、あのこういうふうに途中まで切り上がっていたんですよね。ここだからこの水準に戻るのかというふうなことも考えたんですけども、落ちた後少しずつ上りながらまた下に落ちたと、こういうことを繰り返すんじゃないかなと思うんですよね。うん、そのぐらいのことしか分かりません。ちょっとはっきりしたことも言えないし見えないし、なんかエントリーするまでもないかなと。今週はね、今日何曜日、水曜日か、水曜日なんでまだチャンスあるかと思うんですけども、大体ね月曜日遅くても火曜日に方針が立たないときって後半もただ見てるだけで終わるんですよ。でここで無理にエントリーすると傷口広げちゃうんで、で当たったにしてもそれは勘なんでね、うん、これ勘を繰り返してもしょうがないんですよ。やっぱり裏付けを8割ぐらい持っていかないと結局ついに行かせめやつせんのでね。だから今回は当たっても外れてもよく分かりませんという結論になると思うんですよ。ということなんで今日お話しすることもあんまりありません、昨日お話したこともちょっとね当たったとは言い難いですからね、ちょっと動きを全然取られてられてないところだと思いますんで、今週はしっかりと見ることによって、うん、損失を抑えながらいろんな気づき、今日やった気づきみたいなのにね、ストックをかけていこうと思います。いやーきついです今週は。はい、じゃあ以上です。はい、今日はね相場がないんですけども、昨日は FX の相場解説をちょっとお休みさせていただきました。私が持っているスキルでは何ともね解説の糸口がなかったんですよね。まあ、ですのでこういう時になんかごまかしながら解説するよりもちょっとね積極的にお休みいただくことによって、まあ、今日はお手上げですというね表現をしたつもりでございます。まあでもねずっとこれではいけないんで、私も相場解説を続けてきて5年になりますけども初めてでしたねこういうことはね。まあ何を言いたいかっていうと、基本的に私はねゾーンとそれからフォーメーション分析で、まあ3ゾーンとかありますよね、あとあれですよエリオット波動、うん、あと坂田5法、この4つの手法でほとんどは攻略できると思ってたんですよ。あとプラスアルファで移動平均線ぐらいかなと思いますけども、でも今回はねどれを当てはめても何も見えなかったんですよ。だから見えるふりをして何か解説するよりも十分ね、この1週間でこの1週間私何をやってもね全然その通りにならなかったっていうのを見ていただいたと思うんですよ。ですので私のスキルでは手も足も出なかった1週間がついに5年目に来ましたってことなんですよ。ただね5年間中1週間手も足も出なかっただけですからね、来週からまた立て直していこうかと思いますし、またね私の力量で解説できる相場に戻ってくると思います。ずっとね分からない相場っていうのはないんですよ。で今回の動画のまとめになりますけども、まあ坂田五法なりねゾーンなりね、それからエリオット波動なりフォーメーション分析、この4つが分かれば少なくとも5年間やってきて解説ができない日はたった1日、そして結局ズタボロになって1週間手も足も出れませんでしたってことはたった1回で、まあ賄えるってことなんですよ。その他のねほとんどの週ってのはしっかりと相場解説させていただきました。解説の結果そうならなかったことはあります。ロスカットで終わることもあります。ただですね、うん、ロスカットあってもロスカットに合うよという予測はまあ合ってたと思うんですよ。要するに第2仮説とか第3仮説では合致してたと思うんですよ。まあこういうふうにね仮説ってのは第1、第2、第3ぐらい立てていくとその後の反省も楽になってくるんですよね。で今回は何の方策も立たなかったんで反省もありません。できません。どんな手法を使えばよかったのかなってことはもっと上位者の方に、ね、聞かなければなりませんけども、私は今回聞かないでおこうと思います。なぜならですね5年間で1回しか来ないようなこんなね、うん、アンラッキーなところに、まあ、そこまでエネルギーかけなくてもいいかなと。5年間に1週間ぐらいはねまあそういうこともあるさで割り切って過ごしてもいいのかなと思いました。でおかげさまで、まあ、ロスは必要最小限でしたしね、うん、まあそんなに大痛手になることはなかったかなと思います。ということで5月ねこれから後半始まりますけども、うん、ちょっとね正直売上的には落ちてきたんですよ。今年1000万突破するかどうかってことでやっぱりいつもやってるんですけども、1000万いくでしょうけどもね、ラッキーが前半ありましたんで。ただねこの1月から4月までの売上と5月から12月までの売上が多分イコールぐらいになるような気がします。
そのぐらいね、私1回1回のねエントリーにおける、そのピップスがちょっとねちっちゃくなってきたのと、ピップスが大きい時っていうのはエントリーの回数がちょっと少ないんですよね。まあ、ですのでロットを多めに打ち込んで大きなピップスが取れる時は追撃をさらにしていこうかなと思いますけども、それをするとまたスタイル壊れそうなんで、今まで通りほどほどの追撃にしようかなってことですかね。まあ、そんな感じで考えをまとめさせていただきました。ということですね。また来週明けからよろしくお願いします。